次はセカンドボール切り替えの速さ、そこで決まるよ。クロスで入ってきた、右足決めました。1点返しました長崎。4対1、首位町田、4位の長崎相手に大勝です。まあ町田戦終えて、まあ正直まあ、点差もすごく結果として出ましたし、やっぱ首位と、まあ、こんだけ差があるのかっていうのを痛感させられました。まあ、その中で一番僕が、感じた課題っていうのがやっぱり一人一人の戦う姿勢、みたいなところはやっぱまだまだ足りないなと思いましたし、やっぱ町田の選手たち、まあ、特にあのエリキ選手だったりデューク選手含めた選手たちがあんだけハードワークして最後の最後までチームのために戦ってたので、やっぱあの姿勢は僕たちももう一回やらないといけないなというのは感じました。はい、ありがとうございます。はい、いいですよ。はい、めっちゃいい。あ、すいません、本当町田戦はもうとにかく悔しいし、見ててちょっと辛かった部分があるんですけど、でも私たちはやっぱりサポーターなので、あのどういう時でも応援することしかできない。で、実際にプレー内容、これから勝っていくっていうのは選手たちがその内容を受け止めて、あのプレーで実際に試合で戦っていくわけなので、もうとにかく応援をしたいなというその気持ちで今日来ました。あの選手をもっとこう励ます、まあ、バックには僕たちがいるよみたいな感じで応募して採用されたんで来らせてもらいました。まあ、負けた時もみんな頑張ってるんで、そんなくよくよしないで、次の試合にもう目を向けて、ファンはずっとついてくるということで頑張ってもらいたいと思います。私はなんかその、まあ、勝つことに越したことはないかもしれないけど、自分なんか長崎にチームがあることはすごく嬉しくって、自分のなんかこう本当楽しみなんです。笑ってほしいです。楽しんでほしいです。はい、そしたら自分たちも楽しいです。毎月恒例となりました、ファンサポーターが選ぶ月間 MVP です。5月の部門が、投票が終わりまして集計が出たので今日発表したいと思います。誰発表します。1232票、米田選手です。やっぱ全問題じゃダメだこれ。まあ、この賞が獲得できたのも、まあ、監督、コーチ、スタッフの皆さんの力のおかげだし、まあ、チームメイトの皆さんの力のおかげだと思ってます。まあ、満足せずに、成長できるようにもっと頑張っていきます。ありがとうございました。増山から長いボール、エジガル。
藤原落として桑崎からつながる米田、うまいかわし方、前が空いた、シュートは決まった。声かけて、魂込めて戦って、ファンサポーターのため、自分のため、家族のため、チームメイトのために、すべて出し切ると、オッケー、自信持っていこう、どうしよう、いくぞ。ファンサポーターの皆さん、いつも熱い応援をありがとうございます。本当に感謝していますし、皆さんのおかげで僕はピッチ上で走れます、戦えます。これからも応援よろしくお願いします。早速なんですけど、はい、ここにですね、あのファンサポーターの皆さんから、はい、あのいただきました。これ全部ですか。はい、やばマジ何枚あるの。1200件以上のコメントが寄せられまして、いやめっちゃ嬉しいですね。紙にするとこんなに多いんですね全部で28ページございます。ありがとうございます。低迷期にチームに活気を与える2ゴールで久しぶりの勝利に大きく貢献してくれました。また勝てない時でも最後まで諦めず走り続けチームを引っ張ってくれたリーダーシップに感動しました。岩田戦の魂のこもったゴール最高でした。勝てない時にもキャプテンとしてコメントを求められたり辛い時期が続いたと思うが自分で決めたのはさすがです。前に前に突き進む姿勢大好きです。どんな苦しい状況でも最後まで戦う姿勢を見せ続けて90分間走り続けるキャプテンの姿、あの気持ちが生んだ岩田戦のゴール素晴らしかったです。いやーめっちゃ嬉しいですねちょっと想像以上でした、はい、ありがとうございます。なんかもっとなんか爆発的に喜ぶかなと思ったんですけど結構落ち着いてあのゴールパフォーマンスできたなと思ったんで、まあ、事前に準備してたのがなんかできたかなって感じでした。まあ、なんか低めで流していくと相手の足に引っかかりそうだなと思ったんでちょっと高めでスペースに流し込めればいいかなというファーストタッチだったんですけど本当に狙い通りのファーストタッチができました。はい、今シーズンで長崎で6シーズン目を迎えてこのチームを引っ張る立場としてどのような思いでして今シーズンに臨みましたか。はい、もうなんだろうな、自分がキャプテンをやってチームをJ1 昇格に導くしかないなっていうふうな覚悟を持ってずっと準備してましたし、はい、もう本当に長崎に対する思いは誰にも負けないっていう自分の中の自信があるんで、はい、だからこそすごく自信を持ってやれますしすごく今やりがいがあって楽しいです。実はですね、はい、ちょっと昨日練習公開があったと思うんですけど、はい、その時にあのファンサポーターの皆さんから、はい、米田選手にメッセージをお預かりしておりますので、はい、すごいちょっとあの見てもらえますか。はい、一番なんか心強いですよね、うん、多分キャプテンって一番辛いんですよ、うん、自分のメンタルもだし選手の周りのメンタルもだし、うん、だと思います。だからそこでやっぱりこう潰れてほしくないです。すごいと思います。2018年から僕は応援してますけどもう全てのホームの試合は見てます。
一試合欠かさず私の推しです。まあ、自分の背中を見てついてきてくれみたいなあのイメージで僕は捉えてるんですけど、しっかりキャプテンシー発揮できてるんじゃないかなと思います。昨シーズン の米田選手のこうプレーとか、あとはいろいろこうインスタとかで出してる言葉とかを見て、もうとにかく自分がこう変わろうとしている、そしてチームを勝たせようとしているという気持ちがすごく伝わってきていたので、もう私自身次の今シーズンのキャプテンが誰かなって考えた時にはやっぱ米田選手かなっていうのを思ってたので、もう米田選手もバッチリだと思います。はい、J1 昇格にできるように頑張ってください。いや結構感極まりましたね。感動しました。まあ、あとよくファンサポーターの人たちは見てるなと思いました。はい、まあ、そうですね、なんか僕はファンサポーターの方たちはなんかこう応援僕たちにしてもらってるっていうだけじゃなくて、こう一緒に共に戦ってるっていう捉え方で僕はいつもいるので、はい、もうこれからも選手だけじゃなくてやっぱりファンサポーターの力が絶対必要だし、そのおかげで僕は頑張り続けているので、はい、これからも共闘し続けてほしいですね。まあ、もう町田戦であんだけ課題を突きつけられたし、あの悔しい敗戦だったので、まあ、ここでもう一回生まれ変わるチャンスだと僕は捉えているので、ホームで大宮とやれますし、もう絶対に勝てるように、そして長崎らしいサッカーというか、まあ、熊本戦のようなあのファンサポーターの人たちが感動するぐらいの試合ができるように準備したいなと思います。